この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエ、そして旅人。こいつもうマハールッカデバータみたいに全知全能になってるのか。いえ、彼からマハールッカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になったザンヒョウ。ザンヒョウはすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。この威圧感、確かに神。